こんにちは、テクノアイです。今回は、フレームパックスタジオの演技力がヤバすぎる件についてご紹介します。フレームパックスタジオはローカル環境で動作するツールで、稼働には前提条件があります。詳しくは画面をご覧ください。無料で使えるので、条件が合う方はぜひこの機会に試してみてください。また、今回の番組では、フレームパックスタジオだけでなく、動画や画像作成に無料で使える便利なサービスもご紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。ここ2週間ほどかけて、フレームパックスタジオを使って動画を制作していました。実際に使用してみて分かったのは、その演技力が本当に素晴らしいということです。簡単なプロンプトでも AI が状況を判断してベテランの俳優さんのような演技をしてくれるのです。例えば、上の動画は、女性は安堵のため静かに泣いたという一文で作成したものです。今回の動画では、私が制作に使用した無料ツールとプロンプトについて、フレームパック以外も含めてご紹介いたします。なお、私は動画制作の専門家ではありませんので、制作方法に関してあくまで参考程度としてご覧いただければ幸いです。それでは実際にやってみます。フレームパックで動画を作成するためには、入力となる画像を用意する必要があります。今回は Google の無料で使用できるイメージ FX を使用して作成しました。例えば、コンビニの前に立って優しく微笑んでいるイケメンの画像です。プロンプトは Google で日本語で書いて翻訳したものをコピペしました。あとは、その画像をフレームパックスタジオにドラッグ&ドロップし、長さと幅を指定してプロンプトを入力したら、急に追加するだけで作成が開始されます。フレームパックスタジオのすごいところは、入力した画像の内容を AI が理解している点です。そのため、プロンプトに書いていない要素、例えば背景に人や車などを自然に動かしてくれます。さらに、入力画像に不足している部分については自動で保管して追加してくれるのです。また、フレームパックスタジオには動画制作に役立つ便利な機能が数多く備わっています。その中から、私が利用している機能を3つご紹介します。まず1つ目は、動画の解像度を向上させる機能です。これは、すでに作成した動画の解像度を2倍以上に高められるもので、例えば昔撮影した低解像度の動画を 2K や 4K といった高解像度に変換することができます。ただし、動画が長すぎると途中でエラーになる場合があるため、最初は数分程度の短い動画で試してみるのがおすすめです。二つ目は、既存の動画に新しい動画を追加できる機能です。この機能では、既存の動画の最後のフレームを新しい動画の入力画像として使用することで、複雑なシナリオの動画を分割して作成しても、動画の連続性を保ったまま延長することができます。三つ目は、ループ動画のピンポン機能です。これは動画の最後のフレームから逆再生することで、最初と最後のフレームを一致させ、つなぎ目のない自然で美しいループ動画を作成できる機能です。その他にも、動画のフレーム単位に静止画として抽出できるなど、便利な機能が多数備わっています。続いては、動画や画像作成に使える無料の便利なウェブサービスをご紹介していきますね。はじめにご紹介するのは、クリップドロップです。このウェブサイトには、無料で使える機能と有料の機能が混在しています。また、無料機能でも1日の使用回数に制限がありますので、詳しくはプライシングをご確認ください。この中で私がよく使用するのは、リムーブバックグラウンドとクリーンアップとイメージアップスケーラーですが、今回はクリーンアップについてご紹介します。クリーンアップは、画像から不要な要素を消すことができる機能です。特に、AI で生成した画像から不要な部分を取り除きたいときにとても便利です。例えば、ユニフォームの名札を消したいとき、消したい部分をブラシで塗ってクリーンボタンを押すだけです。修正した画像はダウンロードできます。次にご紹介するのはリップシンクビデオです。リップシンクとは、動画の中の人物や動物のリップが音声に合わせて動くこと、つまり口角のことを指します。使い方はとても簡単で、口角させたい動画をドロップし、音声データをアップロードしたら、字幕の有無を選択するだけです。
クリエイトボタンをクリックすると処理が実行されます。続いて、ポップアップ内のマイクリエーションをクリックすると、別タブでマイビデオが開き、進捗を確認できます。ビップシンクに対応できる動画は、フレーム高が1080ピクセルまたは720ピクセル以下で、90秒以内のものです。基本的には1カットで1人の動画が対象ですが、2人映っている場合は、どちらも口パクが反映されます。また、複数のカットをつなげた動画は、ビップ位置がずれてしまうためエラーとなります。音声が動画の再生時間より長い場合は、動画が繰り返し再生される仕様です。この仕組みを利用すれば、先ほどご紹介したピンポンのループ動画に活用できま。次にご紹介するのは、Google のスピーチ機能です。これは Google AI Studio に含まれている機能で、入力したテキストを自然な日本語音声に変換でき、無料で利用することができます。会話全体のスタイルを設定できるほか、発話ごとに感情表現をつけることも可能です。また、一人によるナレーションはもちろん、二人の会話形式で音声を生成することもできます。頑張りましたね、お母さん。ありがとうございます。頑張りましたね、お母さん。ありがとうございます。最後にご紹介するのはフラックスコンテキストです。フラックスコンテキストを使うことで、同じキャラクターの顔を繰り返し生成しやすくなり、画像ごとに顔が変わってしまうといった不一致を防ぐことができます。ここからは、コンフィ UI がすでに導入されている前提でご説明します。なお、フラックスコンテキストの導入方法については、コンフィ UI の公式ウィキ i に詳しく記載されていますので、ここでは概要のみをお伝えします。まずは、ご自身の PC スペックに合わせてモデルを選択します。モデルは VRM の使用量が多い順に並んでいます。ちなみに私の環境は RTX4060 VRM8GB では、上から2番目の FP8 モデルを使用しており、およそ5分から10分ほどでフル HD の画像を1枚生成できます。なお、テキストエンコーダと VAE もダウンロードし、指定の保存場所に配置する必要があります。次に、サンプルとして用意されているアヒルの画像を右クリックしてダウンロードし、任意のフォルダに保存してからコンフィ UI にドロップすると、ワークフローが自動的に表示されます。なお、ガイダンスの根を調整することで生成結果の類似度を変えられ、私の場合は3.5に設定して利用しています。いかがだったでしょうか？内容が盛りだくさんだったので、覚えるのが大変だった方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをクリックして、繰り返し視聴できるようにしてくださいね。皆様のグッドボタンが、モチベーションアップにつながっています。どうぞよろしくお願いいたします。最後に、今回ご紹介したツールを使って作成したミュージックビデオをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。静かな夜の中で君は涙を隠す。言葉にできない痛みが君の心を蝕む。何があったのかなんて聞かなくてもわかる。その瞳の奥にある壊れそうな希望を。君を守りたい、この手で包む。全てが崩れても君は君のままで、その強さを忘れないで。私は